さあ始まりました。今日は久々の広島県庁庫釣り鉄チャンネルさんとクラチャンネルさんと今日は釣りしていきたいと思います。まあ3人でなんか1本釣れたらいいですね。こちらがクラチャンネルさんになります。釣り鉄チャンネルさんです。ベートボールはずっと映っとんすか。わ、でもちっちゃいけどすげえ、ほんとにねえ、コンディションいい、めっちゃ食ってる。え、あの群れでなんかライブスコープ釣るような全部そんなんなんすかね。違うよ、もうちょっとでかいんだよ。これだってあのブレーキにおるやつを使っただけで。おお、すごかわいいけど、はい、ナイスバスです。ありがとうございます。古いよ、古いよ。なんとか、なんとか坊主免れましたね。はい、ありがとうございます。ここじゃないの。ここ、ここ。あの辺。あの辺で釣れたんですか。もう多分、もう一本釣れたのはあの魚だと思う。いや、この水位ならマジどこでも降りそうだな。普通に今手締まきしてたら立ち木の中から立ち木というかレイダウンの下から突っ込んで出てきました。多分ファイト動画撮れてると思うんですけどね。サイズが何センチでしたか。サイズが54センチの2440みたいです。やば、こんなバス久々に釣った。ありがとうございます。何しよう今日は、クラチャンネルさんと、釣り鉄チャンネルさんと釣りを一日してきました。まあ初めての今日コラボということで、まあいろいろありがとうございました。なんでそんな遠いんですか。また何か釣りありましたらよろしくお願いします。お願いします。なんで遠いんですか。で一応概要欄の方に、2人のチャンネルを貼っておきますんで、ぜひそちらの方も見てみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた見てください。バイバイ。